はい、3人で、はい、だテーマは、ね、ヨーロッパのアーティスト3人で4人ですね、うん、そうそう、はい、アーティストさんみんなで話します。ヨーロッパの、ね、アートシーンっていう感じでテーマをもらってるんですけど、ここから、ね、選んでなんか気になるやつをね、今日はこれ写真持ってきたのは、あの別にあの読書っていう言葉を聞いたんでね、で、あの急いでパンってあったから、その中何この何百万円の写真が家かどっかに置いてあるんですけども、あの私ちょうど今80歳になったので、あの こんなようなものを見せていいのかな、あの別にこれを見せるってことはあんまり、私あのよく警察で捕まったり国を追われたりいろんな事件があって、あのいろんなでこれを説明するにはとても不可能なことで、いや私の大先輩は田原監督という監督が100歳でまだ生きてるんですけど、彼はあの東京オリンピック、ちょうど今から何十年前の東京オリンピックに何十かあれを持ってあのランナーとして銀座を走ったんですよね、あの、うん、今から何十年前の話、ね、今から60何年前の話だと、その時にあの捕まるんですよ、そう警察から何かで。あの捕まる、あの なんで捕まったかというのは、うん、あの事情は分からないからね、あの運動し一つ でこれ、今回ダハダカの写真は一番も入れて ありますけど、ね、あのその時の写真は、はい、あの私の曲とかで、あのでその時彼がすごかったのは、あの捕まってあの東京オリンピックの前にあの勝手にで裸になったもんから、あの銀座で今東方社大学天井口もあって、うん、そういうことはある程度可能になったり結構高いんですね。でも彼のそういうのはあの捕まったというあの要するにあの身体障害精神的なところに入れられて、あの彼は1年間含まれちゃったわけですけど、あの すごいのはあの驚くのはあの彼あの誰も言わなかったんですね、自分の行為をね、こうだあったって、うん、そしてあの誰も言わなかったってことはとてもあの辛いと思うんで、俺の人だったら自分だったらさ、俺はこういうことやった、ああいうことやったとかね、俺はこれをもう60、50年の
真ん中頃からね、終わり頃からパフォーマンス、ハプニングという言葉が出てきて、うん、やたらに、で、いろんなアメリカ外国人が日本にやってくるんだけど、ね、ネオダラの人たちだけこんなの見てられないって言って暴れ出すんですよね、うん、日本の人は本当に独創的な、うん、でも僕はちょっと若かったんですけど、うん、でも23歳で向こうに行くことできて、うん、で こんなことやったことによって国を追われて、国によってまたいろいろと、でも僕はヨーロッパに通い終えたら、アジア人っていうのは、僕はアジア人でアメリカ人とかがヨーロッパ人はすごいやつだと思っていた。でもヨーロッパ人は、ね、変なことやらなくてみたいで、ヨーロッパ人とか向こうにある連中はね、もう僕らを感動する、何も日本の踊りを踊りとかね、なんか空手やるとか、そういうんじゃないの、変わったことをやれば、その時僕は日本で教えてくれたダダカンやいろんな人たちが大先輩、うん、その時は分かんなかった。でもそれをやると結局結構ね、黙って見ててくれるんだね、うん、もうどうしようもならなかった時に、ジノバかどっかで裸で全部泳いでたら、子供にみんな持ってらっしゃったことがあって、うん、パスポートだけど、その時ね、どうしていいか分かんなかったときに、熱いおしっこみたいなのが開けられて、その笹釜に食べるなっていう笹からに笹釜の中に入れて行ったらさ、今変な歌が変な日本の、もし日本人だったら歌を歌うっていうことになったら、わけよね、その時歌をなんかイタリア語かなんかで歌ってるわけ。今思えば坂本九の歌なんで全然わかんない、坂本九の歌を聞いたことがないんだけど、そしたら酔っ払いだから僕はすぐは頭の中でディテクトにやったらみんな手叩くんだね、でしかも動かないけど、今までヨーロッパアジアを通ってきた時はホームちゃんに捕まったり、車の電車の上に捕まったり、いろんなことが何度も詰まったんだけど、そこで初めてなんかそう僕の歌に、僕は歌とか歌のあまり上手はないんだけど、坂本九の歌を適当にアレンジして、日本帰ったらあんたの歌は前間違ってるよって言ってあげて、上を向いて歩こうよ、涙がこぼれないように思い出す春の日。いや僕ね、あんまりね、こういうギターテンメントの歌は好きじゃないですね。で、ヨーロッパに行ったら何をやったかというのは、何やっても英語ができるわけです、フランス語できるわけです、うん、でフランス人とかイギリス人はいや面倒くさくてさ、自分の国の言葉ばっかりじゃん、うん、その時僕は昔もずっと何年か後にラプランドに行ったら、それすごい北の一番方のところに行った時に、ラップにも日本ラップ人って言うと申し訳ないんだけど、そういうなんかアイヌ人みたいな人と何日間一緒にしてる、その時その良いかというね、歌を動物を追ったりね、そういうなんかわけのわかんない、あこれ俺できるなと思ったのね。で俺はあまりオリジナルはないんですよ、うん、でも僕行ったら自分でもうある程度の何か言って、もうだから良いか未だに歌ってます、うん、でも彼らにその良いよ良いよ良いよって口だけでこの喋らなくて、うん、お腹の中でね、ずなんか動物がやってくる、餌食う時ね、牛とかヤギとか羊とかそういう動物、うん、で彼らは言葉でない、歌で、僕は今歌を歌ったけど、うんうん、でその時これメガネはこれどっかのパリかどっかでもらったメガネだ、結構古いメガネだった、60何年66年でまだ未だに持ってる、これ結構有名なメガネ、でもよくなくすんだけど、最近はさ、僕の大好きな男は
これ50年あいなくなっちゃったな。大好きこれメガネメガネメガネ。これメガネ今日一緒に。くくりだなさ。まあ、あれ長山さんもお話聞いてると思うんですけど、皆さんの中で、まあ、もう長山80歳ですね。でもアート歴も、もう60、70年ぐらいやったりしたんだけど、自分の中のアートに対するクエスチョンだとか、そういうものを長山さんにぶつけてみて、質問がもしあれば、していただければ、面白いかなと思うんですけど、どうでしょう。なんか日本日本今田さん何かあります？日本について日本に、うん、あのなんかその23歳の時に行ってから、うん、戻りたいという感情とかもありました。全くいやいやあの僕は農家の後継ぎみたいな農家の人で、うん、もう家を出た時からもう全員が反対してるんです、僕の行動に対して。で、やでやで、でも東京に出会ってきたんだ、集団就職みたいな。東京っていうのはすごいんですよね。もう東京っていうのはすごいよ。もう喫茶店があったのね。コーヒー飲みたい。でも田舎ではそんなことやったことは、ただ農家の後継ぎ。それ以上の先はね、ブラジル行った人は一人二人いるんだけど、その答えブラジルだったら、どこかに行けるんじゃないか。特に外国、日本出たから。でも東京行って驚いたのね。でも東京行っても、どうしようもない。で、高校出てなかったから。で、なんていうか、日比谷の夜間に入ったけど、夕方5時か6時に行ったら、あんたクビだよ、学校行っちゃうんだ、なんでかと、昼間の人がみんな落ちた人が今勉強してるんだから、この人たちが、あんた無理だよって言われて、で、もうそこもやめなくちゃいけないし、で、また別の、それが1ヶ月ぐらい経ったら、新聞見たら、一生懸命頑張って何かやってる人には、何か無料でね、学校やわらかな、それが今の海星高校、昭平高校というのがあった、そこに、そこに行ったら、なんかもう美術部があった、あったかないか分からない、そこでいろんなことであり、だらかんだとか、そういう連中にもあったり、今でそうと言うから、そこに荒木という、まあ、ここでは知ってた、変なやつがいて、同級生ね、そういう人もいたし、すごい人がみんないたので、面白おかしく美術部を足上げたりで変わったこと、まあ、ここにはその写真が何枚かあるかもしれないし、ないかもしれない、わかんない。ちょっと今日は朝持ってきたの。全部年代で。ここにはダダカ、ここにはコブラっていうすごいグループがあって、コブラ運動っていうのはもう飛鳥4が中心になって始めた。で、そこコブラ飛鳥4が亡くなって 100歳で、なお今生きてるので私が中心になって、そこのメンバーじゃないけど、その後のセゾレシニスト運動がミュンヘンとかそういうところによってあのヨーロッパで、コブラ派の連中中はフランス人をね、とっても嫌ったんですね、フランス人。なぜかとシュールジャズムと、でコブラの人たちは銃で奔放で子供のようにもう何でもいいからね、スキー勝手なことをやる。だけどフランス人のやり方がとっても面白くない。で彼も相当苦しむんですよ、パリに出てって。だからみんなすごいやつはみんなでドイツ行ったりベルギー行ったり他の国で頑張ってる。でフランスなんかだパリなんか行ったらもう僕もモンパンヌスのところで1日2日目にもう絵が売れたらすぐここにやってきて、おい今絵売ったら半分よこせ、待ってよこせって、もうそんでもうやんでて、2日目からやんなっちゃって、でロープを張って、で、洗濯バサミで絵を伸びたら、もう山のように来て、その中に何人かの日本人がやってきて、でこれいくらでもいいから、ちょっと結構お金がたまる。で、100フランっていうのは、もう結構いいお金で、今1000円ぐらいだけど、結構いいお金で、本当にここにお金がたまって、だからパリに長くいるとおかしくなっちゃったし、これずっと続くの結構長くね、3ヶ月かけて帰ってきて、フランスはいいとこよ、パリは。だって、俺たちみたいな人、ああ、チップくれるのね、あそこはね。だからやりやすいな。で、夜の夜間に行くと、なんか学生証くれるし、ほんで、僕らの時はその、車がね、電車がもう半額になってて、映画館。あれみんな HK が学生、僕たちがやったの。だから誰も入るの。だからフランスで学校行ったらって聞くとさ、でもね、学校ってさ、日本の受け方と違うのね、向こうの美術学校って言うと、ヨセフ・ボーイなんてすごいやつがいて、で僕はパルマニンコなんかと出会ったんだけど、ベルギーでいろんな、で、誰でもいいから入れちゃうの、学校ね。で、あとから、もう適当になっちゃう、もうやめてやつやな、早くやめようとね。
うん、でもなんていうか日本みたいに試験で入る学校っていうのはあんまりね、アカデミーで、うん、日本から出生とかそういうのは1年ぐらい入るけど、うん、ほとんどの人はその学生が選んだりもちろん先生とかいろいろあのやつおかしいやつだすごいやつだ面白いやつだそういうそういう時代が60年度もあったのね、うん、もうウードストックが あってその後その後からなんかじゃあ小野洋子が すごいやつと一緒になっちゃってすごいで、ね、で小野洋子もアートやつでそれからちょうどウードストックあれがダメになってわあダメだ自動戦だそれからそのニュースがヨーロッパにブワーってね1週間後に、うん、そうするともうアーティストはみんながアーティストになったわけね、うん、ホートアジッタイクって早いんだよヨーロッパっていうのはそういう時は。もうヒッピーが現れてハッピーが現れてもう何か分かんなくてさやっただから今でも僕は弟子は取らない、やりたいことやってもだからこういう眼鏡とかいっぱい持ってるよとかすぐ誰でもアーティストになるで別にアートというものを高いレベルに持っていくってことだだからいろんなことがあったけど結局は自分の問題で生きてきたの自分の生き方ででもいつもねバカにされるから。何か変わったことやったら、何か質問したら、うん、つばってくれ。長野さんばかりしゃべりたい。はい、これ何ですか？だからこれは、だからその中のその、あのね、ドキュメントっていうのは、ドキュメントっていうのは、これはアーカイブ。なんかスクラップしたり。いや、しない。いや、それ、田島さんのストーリー。ストーリー。今から3年ぐらい前に、オーストリック、ヒットラーが生まれたとこ、でそこはヘルマン・ニーチェだとかすごいやつがいっぱいいるところがまだ生きてるそうオートムーラー死んだけどフンドラスはこともあってるし、うん、みんな生まれたそこの美術館がなんかでかい国立美術館僕のパフォーマンス展覧会をやるって嘘だろうと思ったのそれが3ヶ月か6ヶ月になってでそのドキュメンタがうちに今スウェーデンに戻ってでしかも3年間かかること3ヶ月間でやっちゃう今こういう情報の時代だから、うん、そういうこういう記録この記録は嘘をついちゃいけないこの記録はアーカイブとしてだから私は別に有名人じゃないけどでもこれがもし人より早くやってたらこれはすごいことになる今そういう時代になっちゃう中島さんの記事そうそうそう、うん、中島さんの私の人生だからこれは気になるから聞いてもいいよって、うん、でもこれは別に名前しか書いてないこれあまあよくよしようなこれうんこれかでこれはスコーナーアカデミースカンディナビアアートアカデミースコーナーとスカこのスウェーデン語でナスカヨンというコブラの人たちがアカデミーを作ろうという運動が昔からあったの、うん、でそれでウボボダチウムが74年頃やってそこのアカデミーの私は校長に選ばれたの、うん、別に言葉ができるわけそれでシンポジウムがあって日本からも12名のいろんな人がいてもちろんカメラマンもいていろんなほとんどの半分ぐらいはなくなっちゃったら、まあ、そんだけその、うん、写真があるよでこれは松沢豊っていうねその美学校っていうのがあってそこで、ね、その写真を私が初めて72年に帰ってくるんだけどその時一緒に中島さんどれですか、うん、私はこれだこれか、うん、どっちだけどいろいろとでも今の時代になると何でもテンポが早いだからその写真とかそういうものが今もう自分で自分を PR する時代になったし、うん、もうヨーロッパ行ったらもう昔はね本当に人を頼ったりなんかしたりって日本出る今は自分ができる時代自分でやる自分で運動を起こすで自分で何でもね、そういう時代になったと思うんですだからやっちゃえで ちかちゃんなどレスデンスでもう二度三度今度サックルバ三度目にあちかちゃん熱くなるか三回ね三度目になるんですでも彼女もすごいアーティストなんだけど残念ながら20年間何もやってなかった自分の仕事をしたいんだけどうまくできなくて僕と出会ってレッスンしてきてその日にうちにでかい絵を描かせてでスウェーデン人デンマーク人いろんな人に見せたらでそれをいくらぐらいで買ってくれるかでそれをまたこのニュースにしてその情報を日本に持ってそれが売れるか売れないかでほとんど個展なんか一回もやってないですよでも彼女はもう2つの企画個展が東京とかどっかで決まったしでまたチンマイスウェーデンデンマークまた
この何だ中国とかあっちの方も展覧会ができて、そういうのはみんな自分の力でやってるの、何も先生を頼ったり画廊を頼ったり、あの評論家なんかろくな人はいないんだから、自分が評論家になる時代になったの、ね、そのメディアの時代だから、だからそういうだから僕にああだこうだって、ね、あの言いたいこともあると思う、でも僕はそういうやり方で、その場所嫌なこともいっぱいして国を追われたり、うん、でもこれは僕にとってはあの例えば何ヶ月もいるところにたまると僕は毎日絵描いてるの、僕はね、でそれを捨てて帰る、でもこの写真だけはもう持って逃げてる、でそれが残る、だから俺にとって宝物、これはドイツだよね、これドイツですね、うん、置いてって書いてる、うん、今日このつかもとか書いてる、ね、だからそういう、でこれはドキュメントしてたその人にとってはとっても大事な、でそれは若い人にあのこういうことだってことを、うん、あの言いたいわけね、まあどんだけ役に立つかわかんないけど、うんうん、それはその一部、佐藤さんこの前中島のパフォーマンスいきなり参加でやった時、そうですね、いきなり運命の出会いだと言われたけど、はい、どこにこう聞かれたというか、自分の自身でケミストリーみたいなものとできたんですか、ね、いやわかんない、今もなんかちょっとわかんないけど、涙が出てきて、うん、すごい感激してもなんか、こんなに人生のなんかすごいものだってすごい書いてたじゃないですか、うん、それ、なんだったんですか、そうなんだ、それ、うん、僕は分かって、聞いちゃう、うん、あの、僕の大先輩はよく褒めるんだよね、あの、裸もよく褒める、褒めるというのはあのすごいことだと思う、褒めるというのは知ってるから褒められてると思う、だからいつも僕ら言葉がなくてもね、お前やつ日本人のやつ、お前すごいやつ、お前校長になる校長になる、俺校長だけど近く、いやお前校長だ、うん、ヨーロッパ人は平気でそういうことを言ってしまう、で平気でやってる、本当は僕なんか全然教育はあるわけじゃないけど、それが許されたの、僕の、 あの今まで80歳になるまで ね、その日本にいたらそれが何もできない、ただ普通のおじさんだったら分かんないけどね、うん、あの、うん、この写真は、まあ、笠子さんは自分には本能的なものでないとなったと思うんですけど、まあ、なかなか絵の方だけど、ミラクルさん写真家としてどうですかね、こういう中島さんのアートシーンとか自分のアートに対するその気持ちとか。いやー、まあやっぱこれ、こういう記録が残ってるのがすごいなって思うんですね、うんうんうん、そうですね、ミラクルさんの今のアート写真家としてもいろいろさっき見てきたんですけど、その中でまあ、アートという言葉が何でも便利に使われちゃってるんですけど、まあ、精神的な思想的な部分でなんかこうやっぱり顔を受けるとこありますか、こういう皆さんと話をしてみて、皆さん、いや、また中島さんとか、皆さんの今日の作家さんがあるみたいです、そうですね、まあ、やっぱりこう中島さんのパフォーマンスも僕も1回2回ぐらいしかまだ見てないんですけど、やっぱすごいパワーありますし、それがやっぱりもう今のトークでもすごいパワーを感じるし、なんかそれをずっと続けられるっていうことがもうすごいなって思います。ミラクルさんもずっと結構もう長い間作家的にずっとさっきのカラスからいろんなリフレクションから続けてらっしゃるじゃないですか、はい、その原動力は何なんですか、今回新しいテーマにチャレンジされてる、何なんでしょうね、まあなんかやっぱりやらずにはいられないというか、そういう仕事かもしれないですね、なんかなんですね、そうですね、まあやっぱ自分がやりたいことなんでしょうね、なんかやっぱ新しいものを作りたいっていう気持ちがすごいあって、まあ、ヨーロッパとかあっちに行ったおかげで、あの一番僕は嬉しいのは言葉ができないこと、でもコミュニケーションがない、でもこれがコミュニケーションとして、あの自分がわけのわかんないこといっぱい、自分自身がわからないことも、でもこれやることによってみんながあの、応援してくれたことね、僕は正式なレベルで誰か呼んでくれたとか、どっかに行って、公をやった、あんまり覚えがないんですよ。でも、パナマリンコも亡くなって、この間ドキュメンタカッセルのことで、また別な、
ベネチア・ビエンナーレであのこういうことが紹介されて、その中にのほんの一部だけど僕の名前があったり、あ、やっぱりいたんだなと思って、うん、別にそこにそのためにやったわけじゃないんだけど、偶然そういうことが随分、あの偶然ってすごい何かあった、だから別にあのそれで感動した、あのその時思ったら自分のことやればいいの、うん、あのだからこれはだからこれからオリンピックをもう一回ね、僕私も前のオリンピック知らないんだけど、その前に来ちゃったから、ちょうどオリンピックをその前に来て、前のオリンピックなんて全然つまんなくて、もうどうしていいか分からなくて、この先どうなっちゃうんだろう、日本はどうなっちゃうんだろう、どうなで今まだ少しはね、まあ、小指病気が入っちゃったけど、うん、何かやりたいんだよね、うん、80歳っていう言葉を今言ったけど、80歳なんかね、まだ子供ですよね。本当にあのそういうエンターテインメント、なんか組織的にやるんじゃなくて、一人でもいいから何かやりたい、やってみたい、うん、そしてあのわけのわかんない、それでそこから何かを生まれてくるんじゃないか、うん、だってヨーロッパ人、あっちの方の人たちは、そういう人にとても興味を持ってる、うん、ね、だからあの小野陽子なんかすごいやつで、あのビートルズを加算したぐらいですごい力、彼女も結局パフォーマンスから始まってるんですから、ね、草間彌生も似たようなことをやってましたから、で、あの、まあ、中島レジェンスやられてるんですけど、今井さん、もしこれからそういうレジェンスやるときに、まあ、スウェーデンの中島さんのときに送り込むような企画とかも考えられると思うんですけど、あの中島さんとスウェーデンのあとアーティストインレジェンスは入っていいんですか？あの公式にあのどっかの財団がお金くれたり、どっかだから組織的に何か1年に1人2人あの見つけて、あの別にあの変な人でもいいの、誰でもね、うん、でもさ、あの1人さ、あの自分の今までの経験とか、あるいは その人の何だか、でも全然わけのわからない人が来るし、難しいよね、だから一人のために何時間も何日も何ヶ月もあの一緒になって同じご飯食べて同じ場所で、まあ父親なら一応アートホールもあるし、その展覧会やって、であのそこで得た何かを、だからさっき言ったし、あのでかいシーツ、あれが安く買えるので、あの、うん、1000円ぐらいででかいシーツが買えるから、それに毎日ちかちゃんなどは来た人は、まあね、そこで展覧会やったり、でそれが売れるかどうかを試して、その値段が日本でも持ってきても大丈夫かって、うん、でギャラリーは、うん、徹底的に自分たちであのぶつかってあの宣伝してやりたい、うん、そういう、だからみんな今までレッスンの方がこの 3,4 年で来たけど、今6人か7人入れるか、もう一応全員ほとんどの人はアメリカに行って、今、うん、あのいろんな活動で、あの、まあ、東京芸大の人が残念ながら3人も来てるけど、全くあの学校なんか行ってなく、近田なんかで全然学校なんか美術学校行ってなくても、もう北その家から暴れ出して、この一番、なんか玄関入ってきた上に変なでかい絵があるんだけど、あの絵はその日に描かしたのね、描いたのか自分で勝手に描いて、油絵も描いたことない、その絵が一番良かったのか、中田さん持って帰っちゃったけどさ、で入れ口があるの、そうだね、うん、あそこに入れ口、今ちょっと箱も盛り上がってる時間がちょっとあれなんですけど、さっきあのエコアンってことが出たんですけど、エコアンで、ちかちゃんと知り合いだったということで、中島さんもエコアンとすごい昔からやってらっしゃるんですけど、そこでちょっと運命的なもの感じます。運命じゃないけど、今日ちょっと偶然、いきなり今日ね、で出展されて、さっきエコアンでやりますって時に、ね、で、ちかちゃんと会ってるって言われたので、あ、なんか絵があったのかなと思ってたんですけど、うん、で、さっき話したけど、結構アートに対する意識が高いなと思って聞いたんですけど、そうですか、どうですか、自分の中で、エコアンのことですか、エコアンで自分のアート意識とか、思想的なものに対して、今、中島さんとの話を聞いたときに、なんかリンクするのがあるのかな。ちょうど私はさっきその尊敬している影響を受けたアーティストっていうので、あの伊藤光翔さんっていう名前を出させてもらったんですけども、伊藤さんはこの間88歳になられたんですけど、あの彼が活躍し始めたその1960年代当初の作品ばっかりを集めた展示っていうのが4年ぐらい前に
群馬の県立近代美術館であったんですね、うん、で私そこを、まあ、校長先生がエントランスでバーンって広げたので手伝いに行ってたんですけど、もうその頃の作家さんたちのエネルギーが何も焦ってないんですよ。その40年前の作品の展示を見て、今だからお話聞いてて、ちょっとやっぱその時のことを思い出して、ひたすらもう羨ましいっていうことしか出てこなくて、一つ一つの作品見ながら、なんでこんなにかっこいい、こんなに綺麗でパワーがあって濁りがなくて、ほんと素晴らしい作品で、結構キャプションが詳しく書いてあったら、先ほど情報がすごい今早くなってるっていう話、まあ、ネットのことも含めてなんだと思うんですけど、思ったのはネットのなかった時代だから、皆さん例えば画家さんだったら、その材料を手に入れることから技法から、そのすごい今から見たら多分無駄な時間だとか無駄な労力をすごい費やして費やして費やして、回り道して回り道してたどり着いてこれなんだって、だからここまで存在感があるんじゃないかなと思って、ネットのなかった時代が羨ましいっていうか、今ちょっと例えば自分が何かこういう、例えば蜜蝋を使って作品作りたいってパッと検索したら、世界中で蜜蝋を使った作品が誰がどんなものを作ってるかってもうバーッと出てくるわけですよね。要するに端折れるの。だから情報が見えたりもらえたりすることがいいか悪いかっていうことは、まあ、まあ一概には言えないんですけれども、これはだから私自身はこれはシャットアウトした方が私自身のためにはなるなと思って、だからなるべくその人を頼るようにしてるんです、意識的に。本当に今情報の時代で、僕私も1年半ちょっと前にiPad をいただいて写真を写すことができて、それを誰かの友達だ、友達が欲しいとすぐ今何万人もになっちゃって、今膨れ上がっちゃって、変な写真を送ると止まっちゃったり、この程度までいなくなっちゃうと、ちょっと嫌な写真があるたまに、その写真が嘘、あっぱ1ヶ月間止まっちゃう、今度やって3ヶ月間止まって1年、ほんでもなんかずっと見てると、なんかこれがメールアートっていう時代があって、それはもう言ってることを書いてたから、これも自分の大事なものを人にあげていいとか誰かちょこっと言った人がいるんだけど、もう今嬉しいのね、これを見てくれ、俺は見てくれ、この年だから言えるの、2年前からそれは iPad をもらったから、買ったから、それでやれるんだったら嬉しくてね、でこれ入れるんだよ、また見てくれるの、全然知らない人が、うん、で押してくると、あ俺よかったんだ、自分でそういう意識を持たないと、これがマイナスにしたくない、これはもう俺自身でやったけど、でもこれはみんなのものだと思ってるから、小野陽子だって毎日出してるよ、お友達になったから、すごいことを毎日送ってくる、でも僕はこれはビジネスするわけだ、でもこれでもし何かがね、学校行けなかった人もこんなことやったら、うん、これいい悪いは別としてね、うん、だからこれが自分の生きてきたね、だから警察に捕まって、私はいろんなオランダとかベルギーとかドイツは追われたけどね、でもそれは良かったと思う、帰って追われて、うん、嫌な国は追われて良かったと思う、でも私は悪いことしたという意味より、アートが絶対そういうことになっちゃいけないことを知ってるし、だから恥も何もないですね、このこういうことをやることね、で若い人たちが今元気がないっていう人もいるけど、本当に元気出して外国行って今言ったすごいいいこといっぱい言ってるじゃんね、よかったよかったで、あんた絶対バラセンなんですよ、うん、で僕はあそこの桜田ファミリーに行ったことあるんですね、そしたら僕はどっか今日探したら、あこれどっかで眠るお酒飲んだら、おい飲め飲めってお酒ワインその時飲んだら眠たくなっちゃって、寝てたら悪いと思ってすぐ起き出したら2時間ぐらい寝てたのに、でそこ僕も掃除とかなんか手伝ったら寝るところがまた泊まれって言うわけよね、また泊まれいいのって言ったらまた泊まれってだからだったらね、僕はしっちゃい子来たからもう寝るしかない、ちょっと時間もあるなんで寝てくれや示されてるんですけど、まあ後で上山さんと個人的に話された方はまだいらっしゃるんで話していただければと思います。長谷さん、ありがとうございました。